姫カット姫カットとは女性の髪型の一つ。名称からわかるように姫カットの呼び方は現代に付けられたものである。お姫様カット、姫様カットとも。姫カットは甘そぎや振り分け髪と呼ばれていた伝統的な女性の髪型とンそぎの習慣を現代風にアレンジしたもので、とりわけ特徴的なパッツン前髪は現代風のものである。 前髪を額に垂れさせて、目の上で切り揃えるスタイルは古くは、女児のものであり、ピンソギを経た、成人女性の髪型は振り分け髪にするのが、通常だった。内巻きのおかっぱのような少女らしいレトロな雰囲気と、西洋とは、また違ったお姫様らしい雰囲気が出るため、ゴシックロリータやロリータファッションでは、理想的な髪型として、タテロールと共に挙げられる。 孔子がわなし道女図、霊古立像一末人形のいろいろこの髪型のアレンジの下である甘そぎは古くからあり、平安時代には女性の美の象徴が長い髪であり、まだその長い髪を育てるに至らない稚子の目指しの状態を指しており、聖少納言はこの髪型の美しさ、可愛らしさを枕造子に記している。頭は甘そぎなる稚子の目に髪の 福ヘルをかきはやらで、打ち傾きてものなど見たるも、美しい。この髪型は、女児の顔を大きく福くよかに丸く見せる効果があることから喜ばれ、大正期にはすでに伝統的な髪型として定着したものとみられる。一方で、平安後期、鎌倉、室町中期には、女性の成人儀式として、瓶そぎが行われるようになり、女性が成人すると垂れの瓶を短く切り揃える。 ことから瓶そぎと言われる。庶民の間でも広まり、流行した髪型のようである。姫カットの由来としては、上記の平安貴族の姫に似た髪型という認識が元であると思われる。また、似た髪型をした70年代に始まった、小学館の学年別学習雑誌の少女漫画、姫子シリーズキャラクターの姫子が存在している。同時代にアイドルだった朝岡恵や、 サオトメアイも姫カットがトレードマークだった。実際の平安貴族の姫カットは額を出すのが常だが、ドリータファッションでは厚い前髪をまっすぐに切り揃えるのが主流である。サイドを頬のラインまで短くカットしたアレンジでは1920年代に流行したモダンガールの髪型も思わせる。一般にはロングヘアと呼ばれる髪型のアレンジの一つであるが、 自然なカールが出ないようにストレートアイロンを当て、通常のロングとは異なり、左右の前髪につながるサイドの髪の部分を顎に当たる、長さで切り揃え、アレンジによりパッツン前髪や振り分け髪にする。ニュージーランドのコスプレイヤーケツカリの女子高生姿非常に特徴的なシルエットを作り出すが、通常のロングヘアと異なりアレンジが拘束されてしまい、またせっかくのロングを サイドやフロントで大きくカットしてしまうことが欠点である。米紙部分からカットしたいサイドを残して一度後ろで結束してしまい、顎や頬のラインでカットした後元に戻せば無難に出来上がる。古典的な振り分け紙の場合はフロントが長くなりすぎないよう適宜すき切りにし、頭頂から左右に振り分け、場合によりスプレーやヘアピンなどでまとめる。後ろを束ねあるいは編み上げ。 髪飾りを使用するのがむしろ古典的な清掃である。現代風アレンジの大胆なサイドカットの場合、顔と体格のバランスやカットの結末によってはおかしなことになってしまいがちであり、事前にウィックで確かめるなりするのが無難である。ありがとうございます。